こんにちは、チョメです。では2回目実況をやっていきます。家の前のポストを調べようって書いてあるので、ポストを調べます。それと、前回の動画を見直したんだけど、カチカチうるさいんだよ。ちょっと頑張って話したわ。ちょっとすっごい姿勢で今、実況を撮ってる。だいぶ話したわ、3DS を。チョメ、ライセンスを受け取り、謁見のままで来ること。クルンブルク王国エリックストーン。このね、よし、じゃあ王国行こっか。ちょっとね、操作に慣れてないからね、すみませんね、メグおばさんに伝えよう。ちょっとすごい話してる、これやばいな、取れてる。それって王様の手紙でしょ？封筒に王家のエンブレムが描かれてるもの。読み仮名書いてあるって助かる、このゲーム。私も昔、初めてライフを決めた時、王様から手紙をもらったのよ。メグさんも昔やってたね。でも、確か王様に謁見するには、ライフのライセンスが必要なんだけど、もう用意はできてるのかしら。え、何？わかんねえ。家にしとこう。だったらお城に行く前にギルドによってライセンスをもらわなきゃね。あ、そのライセンスっていうのがいるんだ。ギルド大通りをお城方面に歩いた先を、ほらあっちの方。ああ、ここね迷うほどじゃないと思うけど、念のため地図に印をつけといてあげるから。すっごい親切。目的地について、物語の次の目的地は下画面の一番上で見ることができます。またミニマップには目的地を刺す矢印が表示されます。迷った時は矢印の方へ進んでみましょう。はい、わかりました。すっごい画面外してるから読みづら。でもなんだか不安ってね。せめて王様の前で緊張しないようにキャンディーをあげましょうか。あ、ありがとう。メグのキャンディーを手に入れた。すっごいメガネかけてやってるよ今ポケットに入れておきなさい。すぐに取り出せるようにね。これで音が入ってたらもう知らんわ。ポケットを使ってみましょう。ポケットはアイテムをすぐに取り出すことのできる便利なものです。下画面のポケットアイコンをタッチしてください。ちょっとマイクを変えるしかないよな。それやったらポケットについて。ポケットを開いたら入れ替えをタッチしてポケットに入れるアイテムを選んでください。ポケットの中のアイテムをタッチするだけ使うことができます。ほうほうほう。ポケットには8つまでアイテムを入れることができます。キュアトレーナーでよく使うアイテムを入れておくといいでしょう。なるほどね。それ行ってらっしゃい。お城の前にちゃんとギルド。だからポケットに入れとくとバトル中も使えるってことか、すぐに。初めてのものだなって。ファンタジールへようこそ。ファンタジールって言うんだね、この星。まあ、確かにオープニングでファンタジールって言ってたな。ポケット右下出てるね。タッチすればいいの。あ、こうやってすぐ使えるんだね、8箇所。で、入れ替えってやったら、こうやって、メグからもらったキャンディーとか、ポケットに入れるってできるんだ。Y がメニューか。よし、じゃあ進むか。とりあえず。下画面ってどうやって、これ閉じるでいいのこれ。閉じるで見れる。じゃあ見ようか。で、これでダッシュできるね。B を押したら。で、ダッシュ中下見て。すっごい減ってるね。とりあえずダッシュのスキルを上げたいから、こうやってやって。こうやった感じでいこっか。で、離したら、B ボタン離したら回復していくね。で、離したら回復していく。で、ここを離せばいいんか。こっちか。はいはい。何も言わなくても分かってるよ。あんたはチョメさんだろ。お、もう先に情報が言ってるんだね。これが見習いのライセンスだ。なくさないように気をつけてな。カリュウだね。自分が守るよ、人狼から。違うゲームだったわ。あ、でも、カリュウドだからね、こっち。カリュウドか。カリュウドでよかったか。僕、自分カリュウドって言ってた。ギルドマスターから。カリュードのライセンスを受け取った。よし、これで会えるね、王様に。せっかくだから、ライフの仕組みについて説明しておいてやろう。いいか？ライセンスっていうのはな。ファンタジールでは職業のことをライフと言います。ライフを始めるには、ライセンスが必要です。ライセンスは、ライフギルドでもらうことができます。ライフには、それぞれマスターと呼ばれる人がいます。ライセンスをもらったら、マスターのところへ行きましょう。彼らが、スキルやライフアクションを教えてくれます。ライフで実績を上げていくと、ランクと呼ばれるレベルが上がります。使えるライフアクションが増えていくので、頑張って最高ランクを目指しましょう。覚えられるスキルは、ライフごとに違いますが、一度覚えたスキルは別のライフでも使うことができます。いろいろなライフにチャレンジしてみる。お、だからカリュードで覚えた技を、王国兵士で使うこともできるってことか。今回は基本だけにしておこう。王様が待ちかねてるかもしれないからな。何かわからないことがあった時には、またここに来て。まあいいさ、後ろの場所わかるだろう。この建物を出たら大通りをまっすぐ行きたい。まあ北にありそうだな、真ん中の。なんだなんだ、誰か助けてちょうだい。
そう。おい、こら、ダジュレなんか言ってねえで、待ち上がれ。グラスないっす。ダジュレはたまたまです。誰か、助けてー。何や、外が騒がしいな。広場の方から聞こえてみたいんだが。よし、行こう行こう。弱い者いじめは許せない。あ、回復しなかったわ。ちょっとダッシュでポイントをちょっと。どこだ、どこだ。あ、わかりやすい、これ。ここにちゃんと書いてあるから。なあ、大人二人で何を、蝶々をいじめるな。おとなしく捕まっちないな。なあに、悪いようにはしねえさ。お願いです。見逃しください。何か悪いことしたの？いやいやいや、あんなこと言われちゃ見逃すわけにはいかないっすね。ですからあれはあれなんですってば、説明になってないっすよ。すべこべ言わずに確保しな。ああ、どうか本の間に挟んでしおりなんかしない。かわいそう。もしくは白いシャツにアップリケ代わりに縫い付けたりしない。いやー。言ってることはネガティブだが、喋る蝶々ってのは珍しい。まあな。久しぶりに夕食、食は腹いっぱい食べられるっす。蝶々、こんなん食べても腹膨れんだろ。食べないで。お前食べるんじゃねえ。お前を売って、あ、そういうことね。リッチョ卵。なるほどね。そうだね。売れそうだよね、高く。あ、そこの通りすがりのお方が。蝶々、助けてあげますか。あ、いいえ。意外と冷たい。でもいいんです。これぐらいのハプニング一人で乗り越えてみせます。おい、聞いたか？俺たちをこれぐらい弱い仕事。あ、兄貴を本気で怒らせちゃう。もうおしまい。いや、本当は助けようと思ったんだけどな。ちょっと気になっちゃったんだよ、選択肢が。始まったばっかりなのに、こんなところで終わりたくない。そこの方、やっぱり助けてください。あ、これ永遠に続きそうやな。今、取り込み中です。うん、なんだお前、蝶々の肩を持とうってのか？兄貴、蝶々に肩ってありましたっけ？ここは大事なところだ。お前10秒ほど黙っておいてくれ。ジェジュマさんよ、あんたの正義感を認めるが残念だったな。やめろと言われて、はい、そうですかって、俺たちはそんなお人よしじゃねえのさ。何しろ生活がかかってるんだからな。リーチがあればこその人生ってことさ。10秒経ったから喋るっすけど、俺たち、いや、もうまだ10秒経ってないよ。悪いことじゃ食えないから、花を摘んでキノコ探して魚釣って毎日せっせとリーチを稼いでるわけです。あ、意外と働き者なんだな。リッチはファンタジールのお金です。リッチは様々な方法で手に入れることができます。モンスターを倒したり、フィールドで集めた草花や作ったアイテムを売るのもいいでしょう。それぞれのライフに合った方法でリッチを集めましょう。リッチはないよりもある方がいいのです。リッチがあればお店でいろいろなアイテムを買うことができます。リッチを貯めて楽しいライフを送りましょう。リアルと同じだね。リアルと違うのは、ゲーム内では食費がかからないこと、税金がかからないこと。いいね。どうしても蝶々を助けないなら、あいがね全部出してもらおうか。おい、やっちまいな。ラジャー。二人して子供。でも自分大人なんだけど。驚かないでくださいよ、こいつ。兄貴、こいつ一リッチも持ってないみたい。なんだって？かわいそうになってくるだろう。お前、蝶々のこと心配してる場合じゃねえだろ。この世界で生き抜くためには何かとリッチが必要なんだね。あ、これは。どうした？隠しリッチを見つけたか。そんなんじゃなくて、キャンディーが一粒ありました。リッチはなくて、あるのキャンディー。なんだか、哀れに思えてきたぜ。哀れに思ってくれ。仕方ねえ、そのキャンディーで勘弁してやる。どんだけだよ、こいつら。メグのキャンディーを渡した。なお、お前、悪いことは言わねえ。余計なことに首突っ込んでないで働きな。働きますよ、今から。兄貴はいいこと言うだろ。畑だ。まさにメグです。ああ、見逃してもらえたね、蝶々も。メグのキャンディー最強じゃん。あ、右の鳥かわいいね。危ないところを助けていただきありがとうございました。私、ライフのことが知りたくて、いろいろな人に聞きます。もちろん、あの二人にも尋ねました。あなたのライフはチンピラです。余計なこと言うなよ。口は災いのもとだぞ。そうしたら、他人に確かにそんなこと言ったら、絡まれるわ。リアルでもそうだわ。他人はほっといた方がいいぞ。馬鹿にするな、そんなライフはねえっす。そう叫びながら追いかけてきて。あなたがいてくれて本当に助かった。このご恩は忘れません。それでは私、大事な用事がありますね、これ。いやー、リアルでもさ、チンピラですかって絡んだらさ、絡んだ方が悪いだろう。お城はどっちだったかしら。確か北に向かえばあるって聞いた。一緒に行こうよ、もう、蝶々さん。あ、ありました。行こう行こう、一緒に行こう。それでは失礼します。あなたも頑張って働いてくださいね。なんかまた会いそうだよね。同じ方向だし。よし、行こう。よいしょ。後ろに向かおう。もうこれで10分ぐらい経ってんのか。すごいな。上かな。待たれよ。これより先は一見だもん。お城には簡単に入れるんだね。ここまで簡単に入れるんだね。規則により、節礼を知らない者は何人たりとも通すわけにはなりません。
形だけでも清掃だったらお通しはできるんですが、この格好でちょっとなんていうか、越見マニュアルによりますと NG でして、せめてネクタイとかジボンとか身につけていかないと。キャー、まあ確かにそうだよな。これ大きな声を出すでない、嫌です、お願いします。また蝶々だよ。あ、ちょっと7回復してたわ。あ、さっきのお方、それにしても珍しいの、光るばかりか喋る蝶々とは。光ってたらこれ大変だな獲物にも狙われそうだしこの人意地悪なんです。夜とか大変だろうな、これ寝られないだろう。王様に会わせてくれないって言うんです。あ、狙われすぎて大変だわ。意地悪なではないぞ。越見の間に虫を入れることはできないんじゃ。ミスチではないけど、それに蝶々の心情を聞くほど王様はお暇ではないのかしら。残念ながら今日のところはひらひらとお帰り願おうか。うまいこと言うね、ひらひらとって。私が蝶々だからってどこへ行ってもひどい扱いです。ところであなたはお城に一体どんな御用が。王様に呼び出されてきたのにネクタイがないから追いかさ返されたの。それもひどい話ですね。あ、いいこと思いついた。蝶々だけにひらめいたの。私のひらめきにかけてみますか。はい、かけてみましょう。じゃあそのまま動かないでください。ネクタイになってくれるの。では行きますよ。顔ちょっと上げてもらって。ああ、なるほどね。光るネクタイか、いいかもね。ちょっと姿勢が疲れてきたな。じゃ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 ーん、じゃじゃじゃーんか。これが本当の蝶ネクタイ。うまいこと言うな。これってとりあえず清掃でしょ。おお、これで仲間になったか、蝶々は。よし、行こう行こう。よいしょよいしょ。これ清掃してきたよ。待たるよ、清掃でなければ通さないったばかり。ん、襟元の眩しいもの、それをまさしく蝶ネクタイ。それもなかなかの高級品と見える。だろだろ、ま、持っているのなら最初からつけてればいいものを。なんだかヒラヒラしてる気もしますが、越見マニュアルによれば立派な清掃です。どうぞお通りください。よし、通れたね、やっと。やったね。なんだか楽しみ。王様ってどんなかお方なしかしら。よし、行こう行こう。あ、ちなみにこの実況は週に1回程度投稿するだけだからね。ファンタジーライフオンラインが始まったら終わっとるかもしれんから。うむ、よくぞ参った。クルブルク王国第11代王国王エリックとは私のことである。このクルブルクの長きにわたる繁栄はライフに精出す国民により保たれている。国を代表して私から祝辞のを述べさせてもらう。そなたとそなたのライフ何だったかな。カリュード、カリュード、カリュード。まあ良い、知らなくてもなんとかなるであろう。そなたとあなたのライフに終わりなき栄光ある。おお、すごいね。王様なんだか可愛いですよね。まるで子供みたいです。ん、なんか独り言言ったか。わしの話が退屈。あ、ちょちょ余計なこと言うなよ。またそなたよ、安心するがよい。堅苦しい話はここまでだ。我が愛する妻を紹介し、おお、マジか。クルブルクおきさき、フィリアだ。マジか、すっごい綺麗なおきさき様だね。チョメさん、この度はおめでとうございます。国のためというより、あなたとあなたの大切な人のために選んだライフを誇りに生き生きとした毎日をお過ごしくださいね。すごく綺麗ですね。それになんだかお花の香りが。そしてここで微笑んでいるのが我が愛する娘、ラウラ姫だ。どこ？ラウラ姫。どこいんの？ちょっとあなた、ラウラは出かけていて、ここにはいませんよ。またか。警護もつけずフラフラ出歩くのが好きでな。危ない危ない。我が娘ながら少し困っておる。ずいぶん自由なお姫様。まあそんだけ平和なんかな。それはさておき、せっかくライフを決めたのだから、これからはファンタジールに生きる者として誇りを持って生活してほしい。一人はみんなのため、みんなは一人のため。人生を楽しめば世界はもっと明るくなる。両手いっぱいのリッチに笑うのもよし、きらめくスターで人生を飾るのもよし、集めたハッピーに包まれるのもよし。このファンタジールでどう生き抜くかは、その人生のそれぞれの主役が決めること。カリュードの著名、心にの決めたままにその道を進めがいいぞ。ここでそなたの前途を祝し、王室から贈り物を授け、ありがとうございます。300リッチを手に入れた。いや、多いのか少ないのか分かんないけど世界地図ももらった。至れり尽くせりだな。未来の装備も入れておいたから、早速着替えてみるといいぞ。他のものは皆着替えが終わるまで目をつむっているように。いや、男の子だから大丈夫だよ全然大丈夫ですよ。まあ女の子もおるからか。いい感じだね、衣装。チョメさん、なんだか一人前って感じです。武器や防具はメインメニューで変えることができます。下画面のメニューアイコンをタッチして着替えを選んでください。装備を着替えるとパラメーターや見た目が変わります。装備アイテムを集めていろいろなコーディネートを楽しんでみましょう。
メインメニューでできることは他にもたくさんあります。持っているアイテムを使ったりパラメーターをアップさせたりいろいろな場面で活用することになるでしょう。よく似合っておるな。ちょっぴり悔しい。いや王様の方がかっこいいよ。ふふ、あなたったら。それもそうと、そなたが次にするべきことだが、ライフはにはそれぞれマスターがいる。まあ新人の世話役みたいなものだ。ライフについたものは皆見習いとして彼らの元で修行を行うことが決まりでな。マスターから認められると駆け出しとなり、いよいよ本格的なライフが始まるのだ。そなたもマスターを目指してライフの仕事を続けてれば、やがては英雄になれるかもしれんし、伝説となることも夢ではない。まずはそなたの選んだライフ、カリュードのマスターに挨拶すること。その時からそなたが主人公の物語が始まるのだ。じゃあ今回はここ、初めての物語、目的達成しましたので、次回はカリュードの、あるか分からんけど、のマスターに会ってみようか。それではちょめ、マスターの元へ向かうというと、そなたとそなたのライフ、カリュードにお湧きなき栄光ある。もしもくじけそうになった時は、気晴らしにこの城に遊びに来るといいぞ。では今回の実況はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ、ありがとう。セーブだけして終わっときます。あ、それでは、えい。セーブして終わろうと思ったらちょっと待って、ね。はぁ、楽しかった。おかげで王様にも会えました。ありがとうございます。チョメさんも新しいお仕事頑張ってくださいね。じゃあさよならというか。行くとこないんだろ、お前。あ、そのライフの清掃すごく似合ってますね。チョメさんのその服、胸元のところが寂しくないですか？ふう。私一人で大丈夫だって思っていたんですけども、みんな私を捕まえようとするし、蝶々にぴったりのライフはなれないし、でも私この世界のことをもっともっと知りたいんです。チョメさんについて。いいよいいよ、お願いします。一緒に。いやいいよ、もうちょっと実況終わりたいから。ありがとうございます。それではさっきのようにちょっとセーブして終わるから、今日もうはいにしとくわ。早く来て。次はマスターさんのところに行くんですよね。だけどどこにいるのかな。あ、そういえばさっき王様からの地図をもらいましたよね。マスターさんのいる場所って地図を見ればわかるかもしれませんね。マップメニューではファンタジールの世界全体図や街の地図を見ることができます。下画面のマップアイコンをタッチしてみましょう。地図上には自分の位置や目的地を表す印が書かれています。表示する地図を切り替えると時には X ボタンを押してください。 X ボタンね。地名確認を選ぶと各地の情報を見ることができます。新しい場所へ行くようになったら見てみましょう。自宅に戻ると、お、便利だね。マイルームに移動することができます。移動先は決められた条件をクリックすることで増えていきます。なるほどね。ルーラが常に使えるってことか。それでは、それでは、いざマスターさんのところにいる場所へ。ゲームデータはこまめにセーブしておきましょう。フィールドにある青いクリスタルを調べるとデータをセーブすることができます。マイルームでもデータのセーブができます。あ、ベッドね。ベッドを調べましょう。ベッドではセーブの他に休んで HP を回復することもできます。ファンタジールではゆっくりと時間が進んでいます。マイルームや宿屋で寝ると次の朝になり、休むとその日の夜になります。覚えておきましょう。よーし。セーブデータにこれまで切る。はいはい。よう、20分も喋り続けたわ。で、ここで終わります。本当に終わります。では、次回に続きます。失礼します。